時刻は10時を回りました。ここからはランドマークタワープレゼンツカレイドスケープ、引き続きお届けしているのは小山君堂と柳井真希です。今日は摩訶不思議チェック&マークしてます、はい。世田谷区メルコさんからいただきました、はい、ありがとうございます。本屋さんの旅行雑誌のコーナーで平積みされた地球の歩き方ムーがひときわ目立っておりました、うん、アマゾンランキング第1位、異次元のスピード13万部突破、おめでとうございます、うん、コロナ禍で地球の歩き方が異次元のスピードで売れたのは摩訶不思議な気がしますが、コロナ禍だからこそ異世界を楽しみたい人が多かったのでしょうか。そんな売れてるんですか。すごく売れてるんですって。すごいね、という今年もこの時期がやってまいりましたので、はい、スタジオにお越しいただきました、はい、月刊ムー編集長三上丈晴さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう地球の歩き方ねえ、はい、そんな売れてるんですか。そうですね、まさかね、こんなことになるか、まあ、いわゆるあれですね、混ぜるな危険みたいな混ぜるな危険はあ、ねえ、これねえ、これも無敵現象なんですか、あれが売れてるのは。ね、まあそうですね、なんかこういわゆるそのマッチングっていうか、コラボっていうのはこう全然違うものであればあるほど、はい、なんかこう、はい、味が出るというか際立つというか、エッジが効く、ね、あれは向こうが言ってきたんですか、それともこちらから言ったんですか。ですね、その地球の歩き方の、まあこれあの会社なんですけども、その社長がですね、実は元ムーの編集部の人間で、なんかこう面白いことやろうよみたいなノリで行ったらば、なんかトップダウンで決まっちゃったっていう、なるほど、すごい。そんな、じゃあマッチングとしては結構もう最高の、これはもうマリアージュが、まあ、誕生した。なかなかね、まあいろんな反対もあったでしょうけどね、でもね、これだけ皆さんに支持されて、なかなか、そうですね、すごい面白い試みされましたけど、はい、まあでもこの時期のね、はい、フューチャースケープにおける三上さんのね、はい、1年の振り返りと、そして予言、はい、来年の予言がもうね、そう、恐ろしいぐらいに当たってるのと当たってないのがありますでもやっぱ当たってない、当たったので、うん、びっくりしたのは2020年東京オリンピックは開催されない。そう、されないっておっしゃってた、あれは2019年の年末の放送でそう断言されましたもんね、うん、はいはい、でしたよね、あれすごい。まあね、まあこんなもんですよあの時コロナとか全くわからなかったですもんね。そう言ってなかったのに、そうだったんですよ、ズバリ的中ありましたけれども、去年ご出演いただいた時の予言、ちょっと振り返ると、はい、まず、第3位、第3位はバイデン大統領が亡くなるという、はい、話でしたけど、これはお元気ですね、今、はい、お元気です。まだあの1週間あります、ね、やだ怖いやだ、分からないですよ、人の命ってのは。やだ、今日も元気に生きててほしい、いやすでに亡くなっててね、やめて別人かもみたいな替え玉ですか、ちょっと歩き方がおかしい本当ですかいやでもね、ちょっとドキドキしますけど、まだ2022年終わってない、ね、はい、大切に日々を過ごしていただきたいですね。そうですね、本当ですよ、で第2位は、はい、アメリカ政府が異星人の存在を認める、これ これはあったんですか、これ、まあ、ちょっとあのギリギリですね、もうこれかなりありま、かなりすごいこう肉薄してきたというか、これあの2021年にアメリカ議会の国防総省が、はい、UFO に関するレポートを提出してこれを承認した、はい、ということはこの時点において6月25日ですけれども、アメリカ合衆国政府は UFO の存在を正式に認めた、はい、認めた、はい、そんなの絵空事とかね、ファンタジーじゃない、はい、いるのあるの、分かってるっていう、でしかも正体は分からないけど、これは国家にとって安全保障上の脅威になりうるって一部入ってるんです。危ないよってことなんですよ。下手したら、ね、怪我するよ、死んじゃうかもよ、命に関わるよっていうことをちゃんと宣言し認めた。じゃあ UFO、 正体は分からないって言ってはいるけれど、分かってるに決まってるじゃないですかそんなのまあそこまで言うならね、でだん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 この1年2年の間にそのアメリカ政府の言い方、ペンタゴンの言い方っていうのはだんだん変わってきてるんですよ。はい、1年前ぐらいだとまだね、
自然現象かも、うん、敵国の兵器かもなんか言ってたのに、はい、最近はねマンメイドの UFO、つまり地球星、地球人が作ったと思われる飛行体に関しては興味がないと、はあ、これどういうことかというと、暗に地球外知的生命体の存在を前提にした言い方なんですよ。ああなるほど、いるんですよ宇宙人、はあ、いるんですよ。だからまだ政府として正式にはね言ってはいないけれども、はあ、もう分かってるよねみんな、うん、もう言ってるような、そう、もう言ってるも同然、もう時代が変わったんですよ。へー、令和ですよ今。いや、そ、え、それ宇宙人も、あと10年経ったらね、そういえば UFO とか宇宙人っていうのは絵空事だったね、昭和とか平成の頃は言ってたよねって言ってるかもしれない。なるんですよ。いや、だってアメリカ政府が認めたの、実在すると UFO は。そっか、でも本当そういう時代が来るかもしれないですよね。来たの、来たの、来た、来たらしいです。だから今年あれですよ、国会答弁、日本でも、維新の会の議員がちゃんと質問立ったでしょ、UFO に対して、あ、自衛隊はどう考えてますかと、ほら、そしたらね、ちゃんとそういうのを国会中継でね、新聞も一面に、そう、一面に取り上げないといけない。ムーはそれ記事にしたんですか。当たり前じゃないですか。で、それはどう答えたんですか、防衛庁は。これはですね、防衛庁、防衛省は、もう何にも、ちょっと、仮にもね、一応マスコミでしょ。すいません、いいですか、これあのアメリカ政府、アメリカ軍は、トランプ政権の時に宇宙軍という軍を設置したんですよね、これ、はい、これは陸海空、護岸警備隊に海兵隊に続く第6番目の軍、はい、当然ながら日米同盟ってあるんですよ、安全保障条約なんですね。そうすると日本の自衛隊どうなのって話ですよ、うん、宇宙軍に対する合同演習とか、はい、いざ宇宙軍と会った時、日本の自衛隊はどうするの、そうか、関係ない、これにちゃんと答えて、航空自衛隊の中に宇宙作戦隊って作った、覚えてますか、それなんか聞いた、聞いた、聞きました。で、しかもそれは第二宇宙作戦隊ってできたんですよ、知ってます、第一と第二はどう違うんですか。これはもう全然組織が違う、で、これを統括するために、宇宙作戦軍ってできたんですよ、この軍っていうのは群馬の軍なんだけど、自衛隊の中に、そうですよ。さらに先日、名前変わったって知ってます、いや知らない、自衛隊の名前何ですか、航空自衛隊じゃないですよ、航空宇宙自衛隊ですよ今。正式に、そうよ、ちょっとちょっとさ、航空宇宙自衛隊、マスコミでしょ、いや、すいません、航空宇宙、宇宙よ、もうそんなとこまで行ってんの、だから UFO に遭遇したらこうこうこうしなさいってマニュアルできてんのよ、すごい、もう日本もそうなんだ、あ、本当だ、 NHK でもニュースになってる、ちょっとさ、もうね、そういう時代なの、はあ、普通に国会で UFO のことが取り上げられて、ね、自衛隊も UFO に遭遇した時にこうしますって、あの編集長、ちょっとお言葉なんですけど、これ別に宇宙人を前提に航空宇宙自衛隊ということではないんじゃないですか。そうかね、もうさ、めんどくせえな。一応表向きはスペースデブリといって、宇宙空間にあるいろんなゴミをね、掃除するみたいなこと言ってるけども、じゃあなんで UFO に遭遇した時にこうしなさいってマニュアルがあるの、マニュアルを作りましたって何度言うの、それはアメリカがもうすでに UFO を認めて、宇宙軍もいいですか、もうすでに UFO がいるっていう前提のもとに国防、軍事、そのためのあれよ、今敵地攻撃だとかどうのこうの反撃とかなんか言ってるけど、防衛予算、これだよ、分かってる、今回の防衛予算、分かっ、そうよ、対宇宙だった、対宇宙だから、しかもね、皆さんね、UFO って未確認飛行物体だから、空ばっかり見てるでしょ、はいはいはい、違うのよ、だって飛行物体だもんね、ね、これ今アメリカの軍では UFO という言葉ではなくて UAP、
未確認航空現象アンアイディファイルエアリアルフェノメナ、はい、まあ航空現象って言ってはいるんだけど、この UAP の名称が先日もう変えよう、はい、UAUP UAUP これなんですか。 U が1個増えた、増えた、この U はアンダーシー、アンダーシー海中、海中に潜ることができる、人間以外の生物が知的生命体がある、ね、一昨年の、ペンタゴンの、レポート、アメリカ軍は、ここ20年間の間に、その UFO と遭遇して、そういう動画とかね、全部データとして残していますと、少なくとも144件あると、144件、はい、1件は気球らしいけども、はい、でこの144件のほとんどが海軍なの、ほう、だから最初その UFO の調査機関、これ UAPTF タスクフォース、これを設置されたのは海軍なわけね。なぜか海の中なの、連中バンバンいる、まあ隠れられるしね、アバターみたいな感じの、うん、ですね、アバターとか映画っていうのはそういう風な、あれよ、だん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 そういうのを告知させようとするプロパガンダ、いやその通りよ、これはナチスドイツの時代からアメリカなんかみんなそうよ、はあ、だん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 こうね、一般の人がね、なんていうのかな、いきなりこう知らせるとショックだから、徐々に徐々に知らせるためにはアバター見とかなきゃ、アバター見とか見といた方がいいね、だから今ね海中なの、水中なの、はい、水中をね、地底は地底上がってきたな、そこまで掘り下げるね。これね、今その UFO 研究調査機関っていうのは昨年末に設置されたんですよ、AOIMSG で、これがいいですか、今年2022年、これ今年のね、何が起きたっても話になっちゃうけども、5月17日に公聴会が開かれて、アメリカの議会でですよ、ペンタゴンのトップが UFO に関して、こうですブリーフィングして、で映像もこういうのを撮影された、公聴会よ、意味わかる、公聴会ちゃんとしたあれを議員で、軍のとこ、一般に公開してライブ配信を全世界で、UFO についてこうこうこうであると、ここまで調査進んでると、まだ詳細わからないと、あれはね一応こうね、ちゃんとしたやった上で、さっき言った AOIMSG っていう組織がね拡大したの、その後直後に、これが AARO という組織、何ですか、これはいい、アメリカ航空宇宙局 NASA、連邦航空局、FAA、それから FBI CIA、これらの組織が遭遇し、集めた UFO データは全てこの機関 AARO のもとに集約される、で分析し正体についてもう調査する、へえ、ガチなのよ。まで来た。こうムーに協力依頼とか来ないんですか。これちょっとオフレコです。ちょっと言えないんですけどね。ちょっと言えないんですけど。ここおいやでもここで数年前に、来ました。数年前にとある省庁の方が、まあ、ちょっとね事情があって流れたんだけども、地球が知的生命体に関するね。まあ、ちょっとそういうふうなのを作るんで、ヒアリング、あ、なんか参画してくれないかみたいなのはありましたけど、これちょっとねあれだからね、ちょっともうここまでにしましょうよ、はい、でこれねもうね今日終わんないから、終わんないから、そうだ、いやでもまず一回休暇さんで、でもあれだろ本当に、来てるのよ、来てますからね皆さん、ここまででもちょっと聞けるとかなりこうちょっとリアリティ増してきますけど、じゃあちょっと一曲挟みましょう、はい、いつも、じゃあゲストの方選んでいただいてるんですけど、三上さん今日はどんな曲を、はい、これはトップガンのテーマですね、おー、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。今日は月刊ムー編集長三上武春さんを迎えしています、1曲選んでいただいたのはケニー・ロギンス、デンジャーゾーン、まあ、今年はトップガンマーヴェリックも公開されて、すごかったですね、でもそう考えるとマーヴェリックもあれは宇宙に対して準備をしているのかっていう、あ、次回は、あ、でも最初のシーンは、ね、宇宙でしたもんね、宇宙ですもんね、
ね、分かってきたでしょ、分かってきた。そういうことなのよ。ちょっとずつこうやってかっこいいとか、トム・クルーズがやってるから、なんとなくこうみんな見ちゃうよっていう、あの映画の中であの使ってるあの戦闘機って古いのよ。はい、あ、そうですね。で今の第6世代の戦闘機っていうのは、もう完全無人になってるから。へえ。で、しかもすごい高度。映画の中ではね、すごい低空でこうね、こう山のすごいガーンってね、攻撃してたけど、あんなにやんないから。そうなんだ。もっと上空からピンポイントで。しかもこう、もう一機だけじゃなくて、もう何機ももう相互に。はい。もう全然違う。でしかもその第6世代とか言ってるけども、うん、この裏では UFO あんのよ。地球性 UFO よ。え、地球性 UFO？ 地球性 UFO。 え、じゃあもうあんな動きじゃないってことですか？全然違うんですか？だってあれだもん、だって宇宙空間行けるし。そう、はあ、そんなの作れる技術がもうあるんですね。あるんですね。だから、これさっきの話続きになるけども、はい、来年2023年度のアメリカの予算、軍事予算の中に反重力あんのよ。反重力？反重力。そんな予算が組まれてるんですか？反重力って何ですか？半分の重力の、いわゆるこの重力って、重力って基本的には引力、これに対する積力、反発する力、反発する重力、そういう力、これがあれば重力と重力制御が可能になってくる。これを研究して研究してるとか実はあんのよ。あの、これね、あんまり言えないんだけども、政府がこの日米同盟の中でアメリカが今開発してる、極秘に開発してる兵器、はいはい、まあ地球性 UFO を見せるのよ。へー。ただ政治家とかが官僚でもいいんだけども、ただ言っても分かんないじゃん、はい、だからその大学の工学部物理の教授、本当に偉い先生、これ名前言えないけども、はい、アメリカ行ってコロラドの地下施設行って見せられてる。へえ。三角形のどでかい子、本当ですか？皆さんどこまで本当か分かんない、一般の人たちは知らされてないの、そりゃそうだ。まあそうですね。だからもうトップガンも、あれももう第6世代とか、まあそういうね、あのシーンあるけれども、はい、ちげえよ。違う、もう地球性 UFO だよ。あの次元じゃないらしいです。ちょっと2023年がね、そうそうそう、うん、気になるじゃないですか、はいはい、もう毎年恒例の予測、はい、はい、行きましょうよ、はい、もう多分いろいろまたこういうのも入ってるかもしれないから、はい、じゃあ今回も、はい、見えないけどフリップを用意しましたので、はい、2023年、はい、ムーが目撃する超常現象ニュースベスト3、はい、はい、行きましょう。じゃあ第3位からいきますか。第3位はじゃん、月面で UFO が撮影される。え、これどういうこと？気づいてますか？ほう、これもちゃんと報道してますよ、はい、え、アメリカは今月を目指してる、はいはい、今なんかね久しぶりにっていうか何十、ね、十、ね、20年ん30年ぶりぐらいですか、うん、アルテミス計画、アポロ計画以来、はい、最終的には有人、はいはい、宇宙飛行士を月面に降ろす、そのためには最初は月周回無人、次は有人で周回、そして最後は着陸と。どう、一発目行ったでしょ、はい、もう打ち上げたよ、はい、アルテミス計画、はいはい、じゃあ無人ですか今？無人まだまず、うん、この一連のこれ2024年25年までやくけども、はい、これからそれ全部月のプロジェクト、NASA、あれこの過程で、ね、UFO、絶対出るから。アポロ計画の時もバンバン出るだもん。アポロ計画以来なぜ月、いきなり月行かなくなったじゃないですか、ね、あれなぜなんですか？え、来るなって言われたの。誰に来るなって言われた。ちょっと来ないでもらえますかって。いや、来るのにはまだ早いって言われたのよ。はあ、どういうこれ、誰かとは言わないけど、実際にいたアポロ宇宙飛行士を知ってるよ、じゃあ来るなって言った人が時間経って死んじゃったからまた行くみたいな。いや、アメリカ軍が自信持ってるのよ、自信持ってる。今度行ったら向こうが怒ったらこっちだって黙っちゃないよみたいな、そういうことか。ちょっとこれどうだからもう隠せない時代になってきてるから、だから UFO の問題も何歳、ね、もう2年前からこういうふうになってきてるから、これだよ、え、月だよ。これでも撮影されたものは出るんですか？撮影されたこれまでのやつは全部こう、まあ
全部隠してきた、隠蔽してきたけど、もう出てんのよ、もう映ってんだもん、だってえ宇宙飛行士見てんだもん。あ、見てるけど言ってない。宇宙飛行士は UFO 見ても UFO って言わないからね。え、なんて言うんですか。コードネームがあるのよ。あ、そうなの。4つ4つ、だからその現れた場所によってコードネーム違うんだよ。おお、あ、じゃあそういうの。そのうちの一つがサンタクロースだからね。嘘、今日来るじゃん。サンタクロースを見ただから、あの管制塔とあのアポロ宇宙飛行士の会話の中でサンタクロース出てくるのよ。この他にもボギーとかね、クリスマスツリーとかね、あるのよ。だ、出てくるんだもん、会話の中に。じゃあ普通にそれを聞いててもなんかちょっと楽しい話してるねぐらいのイメージしか。今日はクリスマスだぜ、みたいな感じ。それでも間違って言いそうですよね。これに関して実際の宇宙飛行士に問い詰めたことあるのよ。へー。このサンタクロースという言葉は、うんうん、UFO のコードネームですよねって言った時に、うん、うん、イエスって言ったの。いるのよ。いっぱいサンタクロースが見えるかもしれない。ちょっとこれは来年、もしかしたら我々もどっかでね、本当に目の当たりにできるかもしれない。そうですね、はい、じゃあ第2位いきましょうか。続いて第2位は、はい、ウクライナの戦火が中東に拡大する。これは困りますね。ちょっと勘弁してほしい。これは深刻です ね、 ね、まさかね、ロシアがね、ウクライナに侵攻してこんな戦争状態になるとは、ね、全然思ってなかった、まあ、ちょっとこれに関してはとある、まあ筋といいますかね、秘密結社、まあ、特にあの中国系の秘密結社の方にちょっとね、まあ問い合わせるというかね、ちょっと情報を入手しまして、ほう、これね、来年の夏、夏の終わり頃、はい、中東に飛び火する。なんでまた。もう事実上第三次世界大戦始まってますからね。なんかこうやってじわ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 拡大していくんですか、うん、これって、ね、これまでムーがね言ってきたことがもう全て、やだ、令和の時代ですから、もう、やだ、なんかムーという雑誌の性格が変わってきてる感じですよね。だんだん、まあようやく世の中が、ムーに追いついてきた。追いついてきたの、これ。これムーは学研じゃないですか。今ね、ワンパブリッシングっていう。あ、また違うんですか。独立した。あ、独立したんですか。え、じゃあ筆頭株主誰なんですか。株主はあの、詳しいこと言うと、今年の7月までは、学研と、日本総発って半々だったんですけど、はい、今もう日本総発の方の完全子会社ですね。そこでなんかこうどっかの怪しい資本が入ってるとかないんですか。さあ、怖い。まあわかんないですけどね、突然ね。イーロン・マスクとかね。イーロン・マスクがね、ムー続けるべきか廃刊にすべきかみたいな、ツイッターで投票するかもしれない。あの、今月を目指してるね、元社長とかいますからね。あ、そうですね、いろいろいますからね。いや、じゃあ第1位ではいきましょう。第1位、いよいよ第2023年、はい、ムーが目撃する超常現象ニュース1位は、アメリカで異星人の存在が認められる。やっぱり、まあ、引き続きというかね、ここなんだ、とにかく今時代が。これね、あのアメリカすごいことになってるから、あの国民の関心もすごく高くて、この議員もそうなんで、政治家もそうで、いくら情報出せって出さないでしょ、国家の安全保障上の間とか言って機密だとかって、これはいかんと、ね、これを出させるために今法律を作ろうと。ほう、国家の権限法、つまり、いわゆる UFO に関する情報を出すための法的根拠をちゃんと作ろう、うん、で、しかもこれあの200年前とかね、そんな時からじゃなくて1947年1月1日以降の UFO 情報を出せって今考えてると、はい、これどういうことかと、はい、なんで47なの。実は1947年7月2日にニューメキシコでロズウェルっていうところに UFO が、ね、墜落したの、はいはいはい、なんか有名な、当局はこれ気球だって言い張ってんだけど、本当か、本当か、どうしてじゃあその情報、もし UFO だったらどうするのっていう法的根拠としてこの期限、いよいよなの、ロズウェル手つけたらもうチェックメイト。やっぱりあそこからなんですね。でもこれあのさっきのアルテミス計画にも通じるんだけども、
面で UFO が現れたら全世界の人見てるでしょ、はい、で現れた時点でこれだって地球のものじゃないじゃん、はい、その月にあるのはとりあえず司令船と着陸船だけだから、はい、飛んできますと UFO これ宇宙人でしょって話になるの、はい、これをやろうとしたのがケネディ、うん、それでだから暗殺されてるの。で先日も、ね、ケネディ暗殺のそのね文書、はい、これ2037年まで封印した、はい、ね、まあかなりの分公開されてるけども公開しろと、はい、なって、はい、あれオズワルドの単独犯だって言い張ってるけども、はい、ね、この人ねペロッと言ったでしょ CIA 介入してるよねって、で大騒ぎになったじゃんアメリカで、ここよ、このケネディのあれもこの文書のやつも全部一連の流れよ。これはあの公共のメディアでどうリアクションしていいか分かんないです。はーって言うべきか突っ込むべきか、いやいや、もうそういう時代なの。これでも、うん、宇宙人というか、まあ、地球外生命体は僕はいると思うんですよ絶対、うん、まあいますよね、もう、うん、だからね、そういう言い方じゃないの。宇宙は広いからさ、遠い星には地球と同じ星があってね、さ宇宙人はいるんでしょう、誰もそんなこと否定してませんよ、そんな話をしてんじゃねえか。そのレベルじゃないんだって。いるんだって。連中の巣はね、海の中にいるんだよ。その連中は地球を侵略しようとしてんですか。だから科学技術が全く違うから、北帝公園にいるなんか野生動物みたいなもん、地球人。そんなに違う。え、じゃあ地球は狙われてるわけですか。狙うも何も、さ、まあもうアメリカ軍は、あれよ、軍としてはなんかあったらこう、あの戦争するつもりよっていうか、うん、これまでも UFO 現れてミサイル撃ってんだもん、うん、その映像も公開してるよ、マルチアメリカ軍の映像が動画が公開してるの。でこれは本物ですかって聞かれて、本物ですって言っちゃってんだから。そうだ、でもそれでも無駄な抵抗ってことですよね。じゃあ我々は野生動物ぐらいのレベルだってことは。でもそれもっとこうオフィシャルにバーンって言わないのは、やってるって。言わないのは何ですか。いや言ってるって。だからさ、だからこれあれよ、マスコミ、まあ、まだまだね UFO に関して、あんなものあるわけねえだろう、宇宙人、え、空元だね、ファンタジーだねと思ってる。これそっか、そこアメリカ違うんだ。違うんだ。これが状況違うよ。その状況をみんなが知ったらですよ、うん、こう地球人同士で争ってる場合じゃないかもって思って平和に。本当はそうなのよ、ね、そうなのよ、繋がるかもしれない。だってもしあの宇宙人、地球外知的生命体が存在するとなれば、彼らの社会システムってあるわけですよ、そうした場合に、必ず文明っていうのは、高いシステムの方に吸収される、絶対そうなの。だから今の既得権益を持ってる人にとってもう恐怖さ、なるほどね。でもいるんだもん。でそれを公開し、存在が分かった瞬間に変わるよ、意識変わるよ。へえ。でその時のためにどうすればいいかっていうこともシミュレーションしてんの、アメリカは。もう文書あるよ、もう何十年前に。もうこの存在をもし知ったならば、でその時にお手本となるのは日本だって。日本のどんなところですか。日本は全く違う文明に遭遇してそれを受け入れた、黒船よ、なるほど、開国。だからいわゆる、いよいよ地球は開国ならぬ改正をしなきゃいけない、改正。そのための UFO は黒船なの。ちょっと我々受け、ちょっと心の準備、ね、ペリー来るよ、ペリーが。とか心の準備しとかなきゃダメってことですよ。こうやって新興宗教にはまってたりするんですね。違います。特にこの、ね、横須賀横浜っていうのはその拠点だったわけだから、もっともっとね積極的に我々ちょっと考えていかないといけません。ちょっとこの2023年のでも本当来この、はい、ありそうですよね。ありそう。異星人の存在が認められるとか、これはもう我々正式にオープンになる、目撃する日は近いかもしれないので、ちょっとこれまた目撃できたらですよ、来年またちょっと三上さんにお越しいただいて、この辺どうだったかを楽しみに。この宇宙人の次は地底人ですから。いやそうだ、地底人だ。地底人、そこまで一番アメリカがね触ってほしくないの、そこ。ちょっとじゃあまた来年の
末にどうなってるか。そうですね、ぜひまた、まあ、この番組が存在してるかどうかも分かりませんけどね。それもミステリー、月刊ムーン1月号、はい、特集なんですか1月号は。はい、これはね予言ですね。ヒツキシンジと言います、はいはい、今のですねロシア、ウクライナ情勢の、行く末を実はすでに予言されていたという特集です。ぜひ皆さんお手に取ってください、はいということで、ガミさん今年もありがとうございました、はい、またよかったらぜひ来年もお願いします。ありがとうございました。